保護観察所の例保護観察所は法務省設置法及び厚生保護法に基づいて設置される法務省の地方私文部局。保護観察所は罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察府の刑の執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。 さらに、心身喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、医療観察法に基づき、心身喪失等の状態で重大な互い行為を行い、不起訴や無罪になった者に対する精神保険観察も行う。また、保護観察所では、刑務所や少年院に収容されている者が釈放後に、 立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族等という和を図り、就職先を圧旋するなど、その受け入れ体制を整えておくための環境調整を行い、刑務所や少年院を満期釈放になるなど、刑事上の手続きによる体の拘束を解かれた者に対しては、必要に応じて厚生緊急保護の措置を行うほか、犯罪、非行予防活動の一環として、 法務省首相による社会を明るくする運動をはじめ各種の活動を行っている。保護観察所には常勤職員として保護観察官及び社会復帰調整官のほか、公正保護に携わるボランティアとして保護し、公正保護法人役職員、公正保護女性会員、BBS 会員などがいる。法務省でも保護観察者を職員として採用している。法務省、 保護観察中の少年を採用中央館長でしょ。ありがとうございます。